はい、本日より新しいお散歩チャンネルを始めました。第1回目は私の最寄り駅磯子駅へとやってまいりました。はい、こちらのね磯子駅、今ではね、マンション群とかね団地群になってるんですが、かつてここはですね、はい、埋め立て地で磯子駅、日清製油ね、この辺は全部海でございました。じゃあこの思い出の地を訪ねていきたいと思います。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ワンダー和田でございます。今日はですね、新しく、散歩チャンネルを開設することになりました。それ第1回目ということでございますね。記念すべき第1回は、私の地元、ね、生まれ育った磯子のですね、磯子駅の、ところに来ております。今回はですね、この磯子のね駅前のね、さまざまな私思い出の地などをね、巡っていきたいと思いますね。磯子って特にね、目立って何かある場所ではないのですが、私の思い出とかねいろいろあるので、その辺のところをね、はい、今回は第1回目ということで巡っていきたいと思います。はい、今私の後ろにありますのはですね、日清製油の工場、おなじみの日清でございますね。こちらでございますね。はい、これはね磯子を代表するですね、この工場群の一つなのではありますが、ですね、この場所に私思い出がありましてですね、私が確か小学生の頃にですね、こちらに、工場見学というか社会科見学に、ね、やってきまして、その時はですね、確か、日清製油でですね、蜂蜜レモンというのがね、大ブームにありまして、それをですね工場見学した後にね、生徒、みんなに配るというね、行いがありまして、ものすごく子どもたちがテンション上がったというね、そういったことが、ございましたね。はい、じゃあこの後もねさまざまなスポットを捉えていきたいと思います。はい、磯子駅の前の歩道橋を渡り、左手にね行ったところね、あの体操が見えてるあの先に思い出の地があります。さあ、歩道橋をね、降りていきたいと思います。はい、こちらね磯子アイランドっていうのがあるんですけど、この磯子アイランドをね、抜けてった場所が、私の思い出の、地でございますね。はい、これもね、商店はね昔たくさんあったんですけど、最近はねもう 2,3 軒しか、ないありさまで、ございます。はい、今ね私は磯子駅前のですね、公園の方に来ております。公園といってもねほぼ、広場ですね。周りを囲ればね木々の間にわずかな、遊具が残るわけでございます。こちらはですね、私が小学校の頃にですね主に遊んだ、公園となっておりますね。はい、今はねほとんど、遊具らしき、遊具はないんですけども、かつてはね10種類ぐらいのねアスレチック的な、遊具がねありましたね。はい、丸太を渡るようなやつとか、タイヤをね飛び箱みたいに飛び越えるやつとか、チェーンをですね、よじ登るやつとか、球体のなんかぐるぐる回るやつとか、記憶がね定かではないんですが、当時そういうので、ね、遊び回った思い出がありますね。そしてですね、私ねこの公園の名前はよく、存じ上げてはないんですけど、なんか森三丁目公園とかそういう感じですかね。はい、で子供の頃のね私は、この場所を知らなくてですね、ホラジ公園とね、呼んでおりましたね。そのホラジ公園というのはですね、どこから湧いて出てきたのかはねわからないんですけどね、なんかふと思いついたんですね、ホラジ公園という言葉がね。そしてですね、この公園でね遊んでてねちょっとね友達がお金を落としてしまって、で磯子の、警察に出かけて行った時にですね、その思わずねその子供がですね、どこでお金を落としたのと聞かれた際にですね、ホラジ公園と言ってしまいましたね。はい、でポカンとされたことがね、はい、
小学校の頃の思い出でございます。はい、もう一箇所ね、公園の中のね、なんか面白スポットがありましたね。この中ですね。はい、なんか閑散としてますね。はい、ちょっと反対側からも行ってみましょう。この場所はね、今こうして、鉄格子みたいのが、ついてますけどもね、かつてはですね、ちょっともう一回反対から行きましょう。はい、あのね、ラクダとかね、はい、ゾウとかいろんなのいますけど、この中に入ってね、遊ぶことができましたね、ゾウとかにね。はい、だからラクダにまたがったり、ゾウにまたがったり、あとあのあれなんだろうね、プテラノドンみたいなやつね、ああいうのにまたがってね、遊んでた幼少時代があります。はい、じゃあね、また磯子駅の方に戻りたいと思います。はい、今度は駅側からね、反対のエスカレーターを降りた方向に向かいたいと思います。はい、というわけで行きたいと思いますね。これ磯子駅前のね、しばらくとってパチンコ屋のあたりを、少し過ぎた場所でございます、ね、じゃあここの先にもね、まあ私のね、思い出のスポットがあるんで、そちらを訪ねてみたいと思います。しばらくね、この先にですね、まあスポーツジムみたいのがあって、そのさらに先にちょっとね、私の懐かしの場所がございます。はい、というわけでこちらが磯子模型でございます。この磯子模型はですね、私がもう本当子供の頃から存在する場所でございますね。はい、このようなジオラマとかね、さまざまなプラモデルなどが置いておりますね。ね、一説によるとですね、これは昔のねやつですね。さまざまなマニア垂涎のね、レアものが、たくさん存在しているらしいですね。はい、まあ営業時間はね、またいろんな時間でやってるんでね、ちょっとね、皆様ご自身で調べてやってきてください。なかなかね、すごいものが手に入るのかもしれません。それでは続いてまいりましょう。先ほどの、ね、磯子模型を曲がったところでございますね。こちらです。このままですね、この道を、ひたすら突き進んで、参ります。さ、この先のね、突き進んでですね、さ、信号のね、ところまで行くとですね、不思議なね、建物がございますよ。はい、目の前にあるのはね、釣り具店、キャスティングですね。この磯子はですね、まあ、海沿いにあるということもありましてですね、まあ、釣り具屋さんはね、はい、充実しております。さあ、さらに突き進んでいきたいと思いますね。さあ、あそこにね、高速道路が見えるんですけどね、さあそこを進んでいきますね。どんどん、進んでいきたいと思います。今回ちょっとね、失敗しましたね。こう周りのですね、車のね、音がうるさすぎて、ちょっと私の声が、ちゃんと入っているのかどうかもね、定かじゃありませんね。さあ、じゃあ進んでいきたいと思います。こうね、もう断崖絶壁ですね。はい、さあ、こちらなんか生餃子、生屋ですね。それから牛春ひでかつ、うな坂、まあ、デリバリーなんかもね、やってる、なんかうなぎとかね、そういったものでございますね。まあがっつり系を食う人にはね、いいんじゃないでしょうかね。やっぱ、まあ、コロナ禍もあるんでね、はい、今ね、現在そういうね、デリバリー系のねやつがちゃんとね、はい、流行ってますね。さあ、この先にですね、今回もう一つ行きたい場所、森浅間神社というものがね、ございます。まあなんかそんなに、目立ったね、神社ではないんですけど、山沿いでねありまして、なおかつ歴史にね、歴史深い場所ということでね、この奥がね、なんかこう非常に不気味なね、トンネルが皆さんにね、
見お見えになるでしょうかね、はい、このね向こうの山の方を歩いていきたいと思います。僕もねここの場所は最近っていうか、まあ30代ぐらいになってから知りましたね、はい、ほぼね磯子のこの辺の地元の人以外はですねほぼほぼここをね、歩くことはまあないでしょうね、はい、なんかねこうね雰囲気伝わりますかね、工事がうるさいな、要塞みたいなね、様相のある場所でございますね。さあさあまだまだ、歩いていきたいと思います。高速道路沿いですね。かつてはね、こっちのね、まあ、この道路があるんですけども、あそこからも行けたんですけどね、今はね、封鎖されてるんで、もう一箇所の場所から、浅間神社を目指したいと思います。まあ、先ほどまでね、さすがに駅前は、ね、人がたくさんいて、ちょっと、ね、撮影するのもやりづらかったんです。まあ、この辺まで来るとね、はい、まあ、工事がうるさいんですけどね、はい、静かでなんか歩きやすいですね。はい、これお分かりいただけますでしょうかね。あそこに書いてありますね、はい、森浅間神社参道と書いてありますね、はい、こちらの道を、ね、ひたすら登っていきたいと思います。本当に何でもないね、住宅街なんでね、最初来た人はねここから行けるんだろうかってね思ってしまうと思うんですが、おそらく行けるものだと思います。先ほどの道をさらに進むとですね、もっともっと深いね住宅街の方に入っていきます、ね、なんかちょっとね昭和の匂いもする街並みですねこれね、はい、こういったねなんか石垣チックな場所ね、はい、そしてですね、まあ目印というのはあれですけどね、はい、この先に、このようなですね、はい、祠ですかね、はい、まあ、鳥居とちょっとしたね小さい神社、まあ、多分中に入れないんですけどもこういうのがありまして、でそこをさらに進むとですね、はい、階段があります、この階段はね結構ね急な状態でございますね、まあ、それでも気にせず進んでいきたいと思います。よいしょ、もうなんかね草も雑草もね何も手入れされてない、そういった感じの雰囲気の場所でございますね。やっぱり高速道路の下なんでちょっとうるさいですね。はい、というわけですね、あのですね人の少ない場所だと思ったら意外と結構ね親子連れとかが通ってなかなかそれを避けながら撮影するのは大変ですね。さあ、いよいよ森浅間神社の、ね、近くに、迫ってまいりました。まず最初はこちらでございますね、はい、あそこにね、小さな、神社が、ね、ありますね、はい、こちらをまず訪ねていきたいと思いますね。こちらが森浅間神社の本社ではないんです、多分おそらく、なんていうかね子会社的なね、まあ、ラーメン屋でいうところの分家と本家みたいな、ね、感じじゃないでしょうかね。こちらがね歴史深い場所なんでこちらもね、訪ねてみたいと思います。さあ、こちらですね、はい、2匹のですね狛犬がねおりまして、さあ、こちらはねこれはなんかすごい古いものでございますね。相当年季の入ったね神社、奥の方はねガラスになってますよ。この彫刻自体がすごいね古いでございますね。なんか一説で言うとこの神社ね鎌倉時代後期のものみたいなこと書いてありましたね。さあ、森浅間神社由来、ね、武蔵野国倉木屏風ヶ浦、屏風ヶ浦っていうのはこの先ですね。倉木公園というのはですね、そのさらに先の方にある場所ですね、潮見台のちょっと先あたりですね、歴史の方はこうなってますね、はい。なんかこれあれですね、右の、十二神社は明治41年に浅間神社に合併されました、現在の浅間神社は、明治大神宮の、建物を
移築、再建したものです。江戸時代に再建されたものです。行田の左右の一体の狛犬は、明治26年、森村ね、かつてはここはね、森村と呼ばれる一つの、ね、村であったわけでございます。はい、まあね、そんなね、ことを言いつつ、今度はですね、はい、本社の方に向かいたいと思います。はいね、ちょっとここからは本当に急な、階段が続きますね。なんかこのね、近代的な、高速道路とね、並びながらですね、突き進む道、これはこれでね、厳かなんじゃないでしょうかね。ちなみにこっちの方をね、上がっていくと、潮見台団地の方に行きますね。じゃあ、進んでいきたいと思います。この坂、ね、階段がもうただただおじさんがね、疲れた声を聞くわけでございますね。ここまで来ると結構ね、はい、大パノラマが続きますね。はい、向こうのね、でかいビルが、杉田駅ですね。じゃあさらに進んでいきたいと思います。ねえ、今回ちょっとね、すごい地味かもしれないですね、しょっぱなのに。さあ、こちらが、森浅間神社の本社でございます。うわー、すごい階段だなこれ。うわ、これはもうここでね、お百度とかやった日にはね、足がバキバキですわこれね。なんだ、百数十段あるとかいう話ですね。今日ね、夏でおそらく30度は軽く超えてるんでね、ちょっとこれ帰るかも。やばいなこの階段ね。まあでもそれでもね、頑張ってやっていきましょう。これはなかなかね、ヘビーな坂ですね。はい、もうね、ここに限って言えばね、誰もすれ違いませんね。本当に初詣とかそういう日を除けばね、ほぼね、誰も来ない感じでございますね。はい、階段をね、ひたすら登るって映像はね、面白い。セミもうるせえしなー、おい。ねえ、それだな。あ、よし。明日筋肉痛かな、これね。はい、あ、でもなんか、年季のある草とか、年季のある木がね、樹齢どれくらいだろうっていう木はありますね。いや、面白い、これはね。はい、私今これ、自撮り棒で撮りながらこれね、歩いてるんで、足をね、踏み外したら大変なことになりますね。はい。さあ、いよいよ、森浅間神社の頂上へと、またあるんかーい。まだあるんかーい。さあ、あ、やっぱ狛犬がありますね。はい、ここも何も、歴史深い場所ですね。森浅間神社のね、収蔵ですね。はい、もうね、読むエネルギーがないんで、気になる方はこちらをね、止めてご覧ください。さあ、はい、この森浅間神社本社ですね。はい、こういったね、狛犬がね、2体、鎮座しており、これが本社でございますね。はい、まあ、門は閉ざされてますね。はい、でこちらがですね、はい、竜のね、ここで手を洗ったりできるんでしょうね。はい、あんまり冷たくはないですけどね、こう自分の身を清めるというね、わけでございます。はい、というわけでね、今日は、磯子のね、記念的なね、第1回目となったんですが、まあ、思い出の公園とか、模型屋さんとか、ね、謎の、神社、こちらを訪れました。まあ、1回目としてはちょっと地味だったかもしれませんけどもね、これから横浜のね、なかなか皆さんが知らないような場所をね、訪れていきたいと思います。はい、というわけでまた次の作品でお会いいたしましょう。